どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。まず一つ目がですね、こちら220円の動作不良のデラックス9連王でございます。こちらね、動作不良って書いてるんですけど、これ動作不良の理由考えてみたんですけど、もしかすると獅子9玉以外の4つが欠品してて、でこの9連王自体9玉がないと連結遊びができないんですよ。まあ要するにロボにできないんですよね、9玉がないと。でこれね、全部見た感じ9玉ついてなくって、多分その9玉がついてない状態で店員さんがなんかあっちこっちこうあれつけれないな、なんでだろうあれこれ遊べないんじゃねっていう風な感じで、店員さんの勘違いで動作不良になってるかもしれないっていう妄想です。で最後二つ目がなんとこちらも衝撃、現状販売パーツ欠品しています。880円のデラックス恐竜人でございます。素晴らしい。ただこちらね、とんでもないものが欠品というか、まあ欠損ですね、しています。まあとりあえずそれは開けて確かめてみましょう。ではね、こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。9連を開けていきましょう。さあこれに関してはね、本当に謎なんで早く遊びたいなっていう感じなんですけど、まあ、9玉以外の欠品は見た感じなさそうなんで、それがまあ不幸中の幸いって感じですかね。おそらく9玉以外の欠品はないであろうと、ズラッとこんな感じになっております。素晴らしい。素晴らしいのかわかんないけど、一応ね9レーンをね、よくここの顔のパーツがね欠品してるんですけど、ちゃんと今回ついてますね。久々に見たよね、この顔のパーツついてるやつ。確かこれでこうしてこうして、なんかこういうモードじゃなかったっけ、飛行モード的な。いやあんまりね僕詳しくないんですけど、まあ大体でね今回遊んでみたいと思います。はい、下顎を下げると顔が出てくるっていう仕組みですね。はい、で一応この付属してた獅子9玉なんですけど、これね多分デラックスの星座ブラスターの方に付属してた方の獅子9玉の可能性が高くて、内部のシールに薄くロボ用のやつって操縦席が見えるんですよ。ただこれね、操縦席じゃなくって違う模様が書いてあるんで、これ多分ロボ用じゃないんですよね。多分ね、その獅子9玉ロボ用じゃないんですよね。なんで今回ちゃんとこちらロボ用の9玉持ってまいりました。てかもともと持ってたんですよ。まあ、安い時になんかまとめてなんかセットで売ってるやつが安いのあって、確かそれ買ってやったやつにデラックスのこの9玉なんですけど、ちゃんとねこれ中にね、ちょっとまあ今は分かりづらいんですけど、操縦席の絵柄がちゃんとあるんですよ、これ全部。なんで今回はこちらを使っていきたいと思います。てかちゃんと5人分あるの本当奇跡だよね。電池入れたいと、あれちょっと待って、電池蓋開いてんだけど、なんかえ、なんでネジ閉めてないの。あ、ネジはあるね、よかった。ここが電源スイッチで、ここがスピーカーですね。では、電源スイッチ、オン。うわっ、音なんないパターンか。ガチ？まさかの9玉欠品とか関係なかった。あ、よく見たらこれすごいわ、液漏れが。ちょっとね、これ液漏れ、ちょっとなんとかしてみたいと思います。待って、これ音なんない原因分かったかもしれない。ここの赤いプラのパーツがあるじゃん。これがね、なんか、こっち側に出っ張ってるんですよ。これが出っ張ってるせいで、こう電池を入れてもうまくね接触してくれないっていう可能性があるんですよね。なんでちょっとね、この赤いパーツね、折るか元に戻すかちょっと試してみます。はい、というわけでこちら電源スイッチ入れてみましょう。はい、こちら動作不良から動作 OK に元に戻しました。これね、結局何だったかっていうと、で、この電池ボックス内部のこの赤いさ、プラあるじゃん。ここがね、なんかね、こう内側に出っ張ってて、なんか折れてね、なんか曲がってて。その出っ張ってるせいで電池を入れても、電池の接触がね、うまいこと言ってなくて、音が鳴んないだけだったんですよ。それを元に戻して、電池入れたら、っていう風に遊べるようになったと。ではこちらちょっとね、遊べるようになったこのシシボイジャーを使ってちょっと遊んでいきましょう。まあ一応いけるでしょう。ちょっとやってみましょう。はい、というわけで再びちょっと電源入れていきましょう。では電源スイッチオン。あれなんないんだけど、ちょっと待って、あ、鳴った。おー、キュータもセットしてみましょう。あれ？これ音なんないもんなの？セットしても。
どうなんだろう、合ってんのこれ。ちょっと待って、え、やっぱ音なんねちょっと待って、どういうこと。結構これ待って、動作不良ってのはガチで動作不良だったのか。電池ボックスがどうこうとかの問題じゃなくて、もしかして基板の問題。電源スイッチ入れても反応しないんですよ。で、なんかさっきみたいに時々なんか電源入るんですけど、すぐに遊べなくなるんですよね。うわ、そういうこと。え、そうなの、やばやばすぎでしょ。あ、ちょっと待って。はい、今こんな感じで操縦席がね、光に照らされて見えるっていう仕組みです。はい、ただ、だよね、これ入れても音なんないよね。え、やば。マジか。ちゃんと不良品じゃん。すいません、ちょっとこれ、順番じゃないですけど。え、本当はこうやって9玉セットして、5つの LED が光ると、この内部のね、9玉内部の操縦席のシールの絵柄が浮かび上がるんですけど、うわ、マジ？これ本当に動作不良だったわ。ちょっと待って、とりあえずもうね、ちゃんとした遊びできないんで、あ、これこれこれ。ほら、こんな感じでうっすら操縦席が見えるんですよ、全部。で、中にちゃんとシシレットとか、そういう人がね、ちゃんと入ってるんですけど、それをね、ちゃんと遊べると思ったんですけど、まさかの動作不良で電源しか入らないっていう。はい。音が鳴んないっていうのは結構でかいっすね。遊べないんか。電源入ったり入らなかったりっていうのが繰り返されて、遊べないです。まあ、なんでさっきみたいにこう光ると綺麗に遊べるっていう感じですね。まあ、とりあえず、ロボのモードにだけしてみるか。せっかくなんでね。こうか。あ、違う、こうか。キュートもセットして、ちょっと遊んでいきましょうか。電源がね、まさかの入るは入るけど、ただそれが入らなかったり、入ったりっていうのが繰り返されるっていう、とんでもない不良品でしたね。はい。こんな感じ。まあでも全体的にでも見た目はね、いいですよね。まあまだ綺麗な部類だと思います。ロボ全体的にね。はい。こんな感じ。うん。そんな塗装剥げとかも激しくないんですけど、まあ問題はこちらのシシボイジャーですよね。これがね、電源スイッチ入れても入ったり入らなかったりが繰り返されて遊べないっていうギミックですね。シシボイジャーはこういう状態でよく見かけるんですよね。なんでこういう状態のやつあったら、とりあえず本体だけもう一個買いますか。この顔のパーツはあるんで、まあこれがね、もし欠品だったとしても、ちょっと買ってみましょう。ちゃんとしたやつ遊びたいわ。まあとりあえずこの顔のパーツがあるっていうのは、今回結構強みなんで、本体だけで安く売ってたらちょっと買います。とりあえずちょっとロボのモードにだけして終わりましょうか。感覚でね、やってみたいと思います。てかこれ、9玉なくてもひっつくのかな？いや、そんなことないな。9玉がないと、くっつけて遊べないですね。はい、こんな感じ。すげえ、こちらの下顎を下げて、完成と。9連を。はい。まあ、完璧なね、ちゃんとした正規の見た目じゃないかもしれないですけど、なんか逆になってたりとかね、あるかもしれないですけど、まあ、これが9連王と。で、ここがね、本来は光って、操縦席がね、綺麗に浮かび上がって見えるっていうおもちゃなんですけども、今回それができないっていうね、最悪のパターンでしたけども、まさかのね、原因解明したと思いきや、全く関係なかったっていうね、本当に動作不良だったっていうオチでしたね。はい。まあでも、結構見た目かっこいいですよね。はい。まあこんな感じです。もう一回電源スイッチ入れてみようか。はい。一応これ入るんですけどね。てかこれやっぱ操縦席浮かび上がると綺麗ですよね。操縦席にね、ちゃんと人もね、入ってるんで、そういうのもいいですよね。遊べないんで以上。では最後はこちらの880円の恐竜人見ていきましょう。これはね、もうちょっと裏破れちゃってるんで、こっから開けます。はい。中身取り出してみると、こんな感じで。まずはこの足のパーツですね。これもね、よく欠品してるんですよ、本来。ただ今回これちゃんとついてるのが結構ありがたいですよね。ステゴッチと、この剣パーツですね。充電池はついてないっすね。まあ全体的に見た目はそこそこ綺麗な感じですかね。ただね、僕ステゴッチも、ドリキュラもね、持ってるんですよ。ちゃんとした状態のやつを。まあなんで、
全然今回みたいにね、このドリケラの、この角のパーツがね、欠品してるんですけど、まあさすがにそういうのもあったとしても大丈夫です。はい、充電池はついてないですね。こちらガブティラ本体ですね。こんな感じ。で、僕ね、これ買った決め手としては、この2体のステゴッチとドリケラは僕、綺麗な、いい状態のやつちゃんと持ってるんで、これはいいんですよ。で、今回買った決め手がこのガブティラなんですよね。これがね、なかなかね、欠品なしで売ってなくて、普段何がよく欠品してるかっていうと、カブトパーツなんですよね。これがよく欠品してるんですよ、本来。で、メルカリとか見ても、このね、カブトパーツだけで、1000円とか800円とか、とんでもない高い値段でね、取引されてるんで、まあこれはね、カブトパーツついてるだけでももう得じゃないかと思って買いました。そして、その他、足のパーツですね。これもちゃんと付属してたんで、まあいいんじゃないかと。で、今回その何がね、欠品、欠損しているかと言いますと、まあ、まずはこのドリキラですね。角のパーツがないと、2本のドリルのね。欠損です。で、その何が欠損しているかと言いますと、ガブティラの、ここの前足2本です。最悪。これね、折れてるんですよ。完全に。普通は取れるパーツじゃないんで、それがね、なんと、破損して、欠品しております。はい。欠損ですね。今回、この兜パーツが付いてるだけで、結構でかいです。まあ、なんなら、今回、パーツ自体の欠品は一切ないんで、今回ね、重要なこういう足のパーツとかの欠品、ガブティラ本体の重要なパーツの欠品物はほとんどないんで、尻尾のこの黄色い部分もね、ちゃんと付いてるんで、この前足2本が付いてる本体だけ、またね、どっか安く売ってたら、それを買ったらいいって感じなんですよね。もしそれを買えば、すべて完璧な状態の恐竜人が完成するって感じなんで、今回買ったんですよね。まあ、前足2本がね、ないだけで、特に遊ぶ分には問題はないんで、まあ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 と、多めに見ます。ガブティラ組み立ててみましょうか。まあ、どんな感じになるかちょっとあんまり分かってないんですけど、ちょっと待って、これね、最悪のパターンかもしれない。今回やばいかも。まさかの、ここのジョイント破損してます。なんで、くっつかないんですよ。内部の多分ロックパーツ的なものが破損しちゃってるんですよね。うわー、マジかー。つかない。つかない。嘘でしょ。つかない。つかないですって。ふざけんなよー。両足とも同じようなね、破損の状態で、足のパーツがこちら、見ての通り、つけられないという状態です。はい。うわぁ、マジか。まぁ、ちょっと無理やりつけて、ちょっとロボにしましょうか。うわぁ、ちょっと待って。この恐竜人めっちゃ破損してんな。やばいな、これ状態。俺、やばいもん買ってしまったな。見てこれ。ここ割れてんじゃん。やば。えぐいの買っちゃったな、俺今回これ。うわぁ。足もくっつかないとこれ。欠品どころの問題じゃねえじゃん。おい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 。おいおい。よく見たらもう両足ともさ、ここのパーツ割れてんだけど、やば。うわぁ、これはめっちゃ損したわ。まあ、兜パーツついてて、本体がね、欠品ないってのはいいかもしんないけど、パーツ壊れてんなら意味ねえわ。ここを、取って、足をこうつけて、こっちも足つけて、本来ね、充電池あったらこう腕ついて、これをね、こうやってカチャって開いて、恐竜人のね、この背中につけて、完成なんですけど、今回できないですね。はい。何せこの足のパーツがすべてね、完璧な状態で破損しちゃってるんで、遊べないですし、連結もできない。パーツ、欠損?もう壊れてて、パーツがないみたいな状態のものが多すぎて、全く遊べないです。もう正直に言うと、あんまりこんなこと言いたくないですけど、ゴミです。正直、ゴミ。本当に遊べないです。マジで。だから使えるパーツは、ないです。足のパーツは全部使えないです。ここも壊れてて、もう、おかしくなっちゃってますし、ここのね、内部パーツも壊れて、もう遊べなくなっちゃってるんですよ。だからここも、そもそも、カチってね、はまるはずなんですけど、はまらない。両足とも、同じような状態になっております。これはやばいな。とんでもないものを俺は買ってしまったかもしれない。
だから唯一使えるのはこの本体だけかもしれないんで、ちょっとこちら電池入れてみましょうか、とりあえずね。いや、まだわかんないよ、うん。遊べないってだけで、ね、ロボの遊びができないってだけで、もしかしたら音は鳴るかもしれない。っていう希望を抱いて、ちょっと遊んでみましょう。つれー。まさかこんな結果が待っていようとは。玩具発掘事務所史上結構最悪のケースです。すべて壊れてるっていうね。うわー。あ、音鳴ったわ。特に光ったりはしないんで、これが正常ですね。いや、まあ音鳴ったとしてもよ。はい。音は鳴りますし、こちらのガブガブアクションも可能ですね。で、このトサカ部分っていうのかな、これも稼働しますね。まあ言ったら使えるの本体だけかい。足のパーツがよく欠品するのに、使えるのはこの本体とこの兜パーツと尻尾のこの黄色い部分だけですね、ガブティラは。まあ、ステゴッチに関してはね、充電池以外の欠品はないんで、これはまあいいんちゃいいんですけど、まあ持ってるんで別に。ステゴッチとドリキラに関してはもう持ってるもの同士なんでいらないんですよ、正直。ガブティラだけでもさ、この足のパーツの破損はなしであってほしかった。これはなかなか地獄。この音声読み込むかどうかちょっと、6番のこの充電池使ってね、試してみたいと思います。もう今回時間もね、結構押しちゃってるんで、もうこれで終わります。はい。あ、認識ピンは生きてるみたい。懐かしいな、この体験。はい、こんな感じで遊べると。あー、まあ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 、音声関係は特に問題なく遊べるんですけど、足のパーツがすべて破損しているという状況で一切遊べないっていう状況でしたね。これは大損です。えげつないほどの損。買わなくてもよかったレベルかもしれない。今回、珍しく。まあ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 、とりあえずこのね、兜パーツだけでも、1000円とか800円とかいくんで、まあまあまあ、それはいいんじゃないでしょうかと。まあ本体だけはね、まだ遊べるんでよかったですね。あと尻尾もね、ちゃんとついてるんで。ちなみにこの尻尾の中にこういう風に兜パーツをね、収納することもできます。はい。てかこれが収納状態ですね。はい、このまま閉めることができます、皆さんもね、気をつけてください。恐竜人とか買うときは特に。恐竜人に関しては、確かこの足のパーツのこの破損とか欠品とか割とね、多いみたいなんで、皆さんお気をつけください。ということで、こういう最悪な結果になってしまいましたが、皆さんは気をつけてくださいね。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では、次の動画まで。バイバイ。